こんにちは、みりちゃむです。ソースバーミです。ヤッホーなぎです。チロチロリンゆずはです。せーのです。ピリックです。はい、ということで、初キスを公開してもらいます。大体でもいいんだけど、全部は覚えてない。めっちゃ覚えてる。初キスだから、初体験じゃないからね。やーん、覚えてない。なんでこんなみんな覚えてないの？ボツだよ、この企画。覚えてんの？逆に覚えてる。私も覚えてる。初キスってみんなどういう感じだと思う？彼氏とするとか、好きなことするとか、少女漫画みたいにばったりなんかしちゃった間違ったみたいな。私ね、ちょっとそれ期待してたの。先輩とぶつかってキャッとか言ってキューして、これで恋にえ可愛いじゃんみたいな、可愛いじゃんみたいなって。なんなら先輩にぶつかりに行ってた。漫画に憧れすぎた。なんかありますか？シューってこういうもんじゃなかったんだけど。自転車の帰り道さ、一緒にさ帰りながらちょっとみたいな。みたいな。私はいつでもいいよみたいな。彼じゃあそのかっこいい彼が目の前にいます。可愛い顔してるけど。心の中でして帰る帰る。思春期だから男の子も多分恥ずかしいんじゃん。あ、じゃあみたいな。知らんかい。ド S の漫画見すぎちゃったよね。いやわかるよでも。ねわかるよすんごい。なんかそろそろなんか話も盛り上がってきた。覚えてるって言ってた。無理やから。私からか。私は中学2年生の時なんですよ。いいね。中1の時にだった中3の。先輩で、だ中2の時なんで、その時高1の嫌った先輩に塾に行く前に呼び出されて、ねえ何かわいい公園になんだろうと思って行って話してたらチューされたっていう。えどんなこういうやつ気になる。こういうやつ。いやこう座っててこうおおグイグイ系やん。めっちゃいい。結構強引系だね。けど私チューしたことないから多分向こうは入れてこようとしたんですよ。舌をめっちゃ口閉じてたっていう思い出がある。あ恥ずかしくんだよね。でも分かんなくて何も。じゃあプレイボーイにチューされちゃったってことで、そういうことですね。キュンキュンしそう。初キスの時ってさぶっちゃけさすごいフェロモン出なかった？キューンみたいな。なんかもう頭真っ白。でもうちお風呂場とかでお風呂場とかまた違うんだけど。大丈夫。初めの方の恋愛って楽しすぎちゃって、お風呂場で超恋愛の曲聴いてルンルンでお風呂入ってた。恋愛のソングリピートで聴くよね。確かにそれより重ねるくない？行為しちゃったんだってぐらいだよね。もう聴いちゃった。でも本当にそうじゃない？ちょっと戻りたいわ。ちなみにね、マミはね映画館でしたんだけど、恋愛の映画見てるんだったらいいよ。あ、結構戦隊もの系見てた。もうもっと戦ってる系だ。マジでもうキュンとかムラとかマジないの。本当にみんなで別れるって言ったら恋空分かる。分かる。恋空とかでちょっとベッドのシーンとかうわちょっといいなと思って、それでチューとかされるならまだ分かるよ。戦うアドレナリン出ちゃったんじゃない？戦ってて違うこれ戦ってない。やっべえなんか興奮してきた。コップあとの映画館でさ同じところにさこっちとこっちに置くじゃんジュース。でマミこっちのジュースも絶対に飲んでたの。嘘ついてない。絶対こっち飲んだ。そしたら関節キスしちゃってたっぽくて、いやお前絶対こっち飲んだよみたいな。それだけでもちょっとニヤニヤしちゃってねえ可愛い恥ずかしくて、別に関節キスも一緒じゃんと思っちゃって、あキスしちゃったみたいな感じだねみたいな、ババってやってる。しちゃったみたいなねとか言うじゃん。そうだっけ。うんでだってその5分後ぐらいにいきなりこうチュッてされたの。でもその日なんかチュッてされて無言でこうやって見てた。だからもうキュンとかすらもなかったの。マーミーの憧れてた初キスって何だったんだろうと思った。我に返った。初キスってこんなもんみたいな。でもさ一番面白いのってさこれを本人が見たら面白いよね。俺の話だよ。待ってやだな。待ってやったわ終わった。男の人ってどうなんだろう。 YouTube エッグ見るのかな。いや見ると思う。まあ帰るじゃん茨城とかにさね、そういう時にやっぱさいろいろ聞くとさ可愛いとかやっぱ言われるからさ嬉しい。ちょっと嬉しい。合わないけどそういうのやっぱ言ってくれるからさ、もうちょっとロマンチックにしてほしかったです。逆に今初キスの人と仲いい人とかいいの？私いまだに仲いいです。マジ？全然？全然。私は仲いい。全然一切関わりない。なんかね、ネタ？あ、わかります。簡単に言うと、まあみとうちみたいな感じのノリいける男。めっちゃ仲いいじゃん。めっちゃ仲いいの。会えば、おうみたいな。だってその人うち本当にその後の恋はしてないから。で本当に中だけの相手だったから。なんでそうなったの？これうち一つだけなんか超わかんないことがあってて、うちの記憶にある初キスとおばあちゃんとかが知ってる初キスが全く違うの。おばあちゃん？おばあちゃん。幼稚園の時になんとかなんとか君とチューしちゃったみたいな感じのあったよねみたいな。さあそれはカウント入れたら初キス。違う。私もそうだよ。だいたい3、4歳でカーテンに隠れてチュッてされた。え、かわいい。今でも覚えた。もう思い出した。カーテンでチュッってやられて、なにーって言ったら、うちってされない。前も、うちってやったわ。やったこれ。やったこれ。幼少期にはもう一回やっちゃってんの。やっちゃってるわ。それ言ったら、でも私もそうですね。うん、せやなぎもそう。みんな。みんなまさかの幼稚園ぐらいでもうわず。でも、うち記憶にあるやつだったら、多分合ってるかわかんないんだけど、当時付き合ってた男の子がいて、それのよくいる相方もいたの、その場に。わかる、なんか連れみたいな、絶対いる友達みたいな。でうち2人となんか仲良くて、片方と付き合ってて、でなんかバス停だったの、当時は市内だけど、その端と端だから会うのにバスとかだったわけよ。バス停でバイバイするなのかなんかで、当時のあれがあって、ちょっとツンツンもお互いしてたの、まあ恋しちゃってるわけだからさ、ちょっとかっこいいみたいなあるじゃん、その時の当時はね。なんでそういう風になっちゃったのに、恋って恐ろしいよね。でその時にその相方もなんか結構なんかちょっかい出すタイプだったの。2人ともチューし合えるみたいな。もう相手はめっちゃもうチューしたい感じの雰囲気にもうすごいかませられてて、でも恥ずかしかったのその時。かわいい。え、どうすればいいのみたいな、え、もうやめてよみたいな。でその友達がちょっかい、2人も早くしてみたいな、うんみたいな感じで、あるあるね。でその時になんかギュッみたいな感じで多分チューしたと思う、多分ステイで。それ何ファーストキス？え、何覚えてる？みんな。まあ覚えてるけど。何なんだ。なぎは就任時の彼氏デート行って、デートといえばなんかララポートか映画館かみたいな、もう安定だったのそれが。でララポート行ってプリ取ったりして、なんか手つなぐのもさ、なんかさこんなんなりながら手つないだりだからさ。でも帰り際だったかな、なんかバイバイの時にチューしたのが。なんでチューするの？ここまでしっかり覚えてない。思い出してバイバイする前ってさ、結構さ喋ったりするじゃん。で初々しくなんかチューされた。めっちゃいいなっていうのが記憶だな。楽しかったわ今も。でも私今のが楽しいな。でもなんかどっちもなんかさ、中学校って恋愛したいけどできないなんか感じ、なんかあんな感じがちょっといい。めっちゃ熱くなかったですか？なんか廊下で見かけただけでさ、もう叫んだりとかしてたもん。うわーみたいな。すごいね。かっこいいみたいな感じ。すごいです。ファンクラブ。ゆずはなんかすごい覚えてないんですよね。誰かが鮮明に覚えてるやつは中二の時で、その時付き合ってて、友達と一緒になんかその子サッカー部だったんですけど、その人のなんか試合みたいなの見に行って、なんか終わった後にこっちに来てくれて、駐輪場だったんですよそこが。駐輪場でなんか。キスしてだよみたいな。何が言うんですよ。チャリクス。キスみたいな。あって顔真っ赤になりながらチューみたいな。可愛い。青春って感じ。キュンキュンして。わかる。キュンキュンしたことだね。高校生の時さ、交換日記みたいなのなかった？でなんかさ、このクラスがあるじゃない。隣だったとして、隣の A 君だったとして、なんかその交換日記とかやってたので、なんかこうやって一言書くじゃん。でこうやって授業の間にこうやってやってて、なんか好きな人誰なのみたいな。でなんか薄く K って書いてあったの。薄く K 分かるようなやつで、これ K って書いて渡したら、うんって書いてあって、誰みたいな、綺麗みたいな。かわいい。そんなせいなさんは？でもなんかちょっと本当に覚えてるのは、地元の温泉入った後にくつろげる場所があって、でそこでなんか寝るスペースがあったんですね。でそこで横になってる時に、せいなもめっちゃ好きで、向こうも多分好きなんだろうなっていうのはせいなってうすうす感じてて、そういうムードに。なった時に多分流れでチュッとしました。エロい。そう、それが温泉いいな。それいくつぐらい？高2です。でもめっちゃ研究しました。なんで私こんな人好きになったんだろうって思うぐらい依存しない。なんか若い時ってもう1個のことしか集中できないからさ、やることがないから、勉強か恋愛か部活かみたいな。その恋愛したってなったらもう脳がほぼ恋愛になっちゃう。めっちゃわかります。だからめっちゃ好きがすごい強くなるよ。なんか一人一人付き合う人ごとに結婚したい結婚したいみたいな。マジだったね。交換日でこの人と結婚してどうなるのかなとかって思います。恋バナって楽しい。しかもさ、失恋系の話じゃないからさ、舞い上がんじゃない。以上でみんなの通中を暴露しました。イエーイ。はい、今日も最後までこの動画を見てくれてありがとうございました。みんなの初中研究したなと思ったらチャンネル登録とボタンお願いします。みんなの初キスもコメントたくさん待ってます。おばいちゃんバイバーイ。